こんにちは。宮本照作、本を積んだ小舟より、井上靖、アスナロ物語を4回に分けて朗読いたします。では、第1回目をお送りします。この本を積んだ小舟は、実は井上靖のアスナロ物語から船出しなければならなかった。なぜなら、私という小舟が、たくさんの本を積んで漂い始めるきっかけは、アスナロ物語への感銘が原動力となっているからである。私はアスナロ物語によって、大人の読む小説、つまり少年少女用でもなく、童話でもない小説に生まれて初めて接したのだった。中学2年生の5月に、私は近所の人から一冊の文庫本を貸してもらった。宮本くんは勉強が嫌いみたいやな。勉強せえへんかったら後で困るで。その人は私にそう言った。私は少しムッとして、勉強はあんまりやってないけど、本は行さん読んでるで。と見栄を張って嘘をついた。その人は、どんな本を読んでいるのかと聞いた。私はしどろもどろになり、国語の教科書で知った何作かの小説の題を口から出まかせに言った。すると、その人はつい最近読んだのだと言って、一冊の文庫本を出し、私に貸してくれた。私は読み終えて、その人に返したとばかり思い込んでいたのだが、つい最近、書棚を整理していて、その文庫本が私の手元にあることを知った。その茶色に変色した新潮文庫版のアスナロ物語の奥付けを見ると、昭和35年1月30日5冊となっていて、定価は70円である。アスナロ物語は、私にとって実に多くの出来事、思考、無双などを一時に運んできた小説である。私が生まれて初めて読んだ大人の小説が、ファウストでもなく、トニオ・クレーゲルでもなく、新曲でもなく、アスナロ物語であったということは、きっと偶然ではないであろう。それは作家である現在の私の原点をなし、今後も否応なく私の作品に風を送ってくるに違いない。不思議なことに、アスナロ物語を貸してもらった日から、私は様々な大人の世界へ突如として飲み込まれていった。今日はここまでにいたします。宮本照作、本を積んだ小舟より、井上靖、アスナロ物語の第1回目をお送りしました。ありがとうございました。